天王大水は、熊本県玉名郡天水町出身で、出羽の海部屋所属の元大相撲力士。現在は年寄り、稲川。本名は、内田水、愛称は、ウッチー。身長181センチメートル、体重161キログラム、血液型は、大型。得意技は、左四つ、より。最高位は、西小結。ブログ力士の先駆け的存在。 普天王の仕込めは、世の中のすべてのことを意味する、普天と、ごず天皇にちなんで父親に名付けられた。小学生時代から相撲をはじめ、熊本県商店小学校時代には、ワンパク横綱となる。小さい頃から大きかったので自然な流れで相撲を、はじめ、最初は、特に好きでも嫌いでもなかったが、始めてみたら、意外と面白くて、それで続けてきたというのが、 そもそものきっかけである。文徳高校時代には同い年で、当時留学生として明徳義塾高等学校、在学中であった、後の朝昇龍と対戦し勝利している。日本大学進学後は、学生出身歴史を多数輩出している相撲部に、入部し、アマチュア横綱を含め14個のタイトルを獲得。なお、 同い年で同じく1999年スポーツ推薦で日大に進学した佐藤浩二とは在学中から現在に至るまで親友。2003年1月場所、幕下15枚目角の幕下付け出で初土俵。デビュー場所、12日目を終えたところで6戦全勝とし、7番相撲に勝てば大相撲史上初の 初土俵から一場所で重量昇進の快挙を果たすところだったがもう一人の六戦前勝が同部屋の出はの富士だったため七番相撲は筆頭で三勝三敗内田と同じく重量昇進のかかる元重量ことの方と十三日目に組まれた当たってすぐに内田得意の左四つとなり速攻をかけるが土俵際に詰まったことの方が 捨て身の左下手投げを打つと、内田は赤さ下に、横転、重量入りとなる7戦全勝を逃し、史上初の快挙はならなかった。翌14日目に、幕下唯一の全勝力士となっていた兄、弟子ではの富士の7番相撲があり、そのではの富士が重量の五剣山に敗れたため、千秋楽にいっぱい、力士7人による、幕下優勝決定戦に出場した。 準決勝で物言いがつく微妙な相撲の末惜しくも敗れた。西四枚目まで上がった翌3三月場所も六勝一敗の好成績を上げ、デビューからわずかに場所で十両に昇進し、四個めを本名の内田から不天王に改める。実力者ひしめく中でもまれるが一年かけて新入幕を果たす。頭髪の伸びが追いつかず入幕後四場所は大井町が、えず、 ちょんまげで取った。2005年2月よりブログを開始。5月場所では、東前頭10枚目で11勝4敗の成績を上げて、自身初の3勝を受賞した。翌、7月場所でも西前頭3枚目で10勝5敗の成績を上げ、3役まで上り詰めた。なお、この場所10日目の取り組み前には支度部屋の東西を一旦間違えて、 対戦相手の出島の顔を見てから気づき、出島に勝ったその日は、さすがに怒られるなはと落ち着かなかったという逸話を引退後に語っている。成績の向上もあって、ブログと共ににわかに認知度が高まり、テレビや雑誌など、マスコミ露出が増えていったのもこの頃である。新小結びで迎えた9月場所では、初日に横綱朝青龍に干渉し、 翌日の書き添え戦にも勝って2連勝といい滑り出しで期待されたが3日目からのまさかの8連敗で5勝10敗と大きく負け越し1場所で3役から降格した翌11月場所では怪我で途中休場を余儀なくされその後しばらく注意に低迷したが上位に戻った2006年11月場所では3大関から白星を挙げ 台風の目になると期待されたが、その後はなかなか勝てず、5勝10敗と大きく負け越した。回に落ちた2007年5月場所では、初日から中日にかけて8連勝し、一時、優勝争いに絡んだが、結局中終盤に4連敗するなどを失速して、最終的に成績は10勝5敗に終わったが、自身としては11場所ぶりの2桁勝利を挙げた。その後、 しばらく幕内中位での土俵が続いたが、2008年に入り、3月場所で10勝5敗と2桁勝利を挙げるなど3場所連続の勝ち越しで、7月場所で1年4ヶ月ぶりに幕内上位に番付を挙げた。しかし上位では全く通用せず、初日から6連敗するなどして負け越してしまい、結局3勝12敗に終わった。 西前頭10枚目で迎えた9月場所では、自己最多タイの11勝4敗の成績を上げ、11月場所では、自身初となる、西前頭筆頭となったが、同場所は5勝10敗と負け越した。2009年は6場所すべてで負け越す苦しい年となり、西前頭15枚目で迎えた9月場所で5勝10敗に終わったため、幕内から十両へ陥落した。 一場所での幕内復帰を目指した11月場所では、初日から4連勝したが、5日目に、沖の海に敗れた一番で、右大タイ裏の肉離れを起こして3日間の、休場を余儀なくされ、10日目からの復帰後に3勝した、ものの負け越すという不運もあった。2010年になっても、不天王の調子は上がらず、 西十両十二枚目の五月場所で六勝九敗に終わったため、ついに入門三場所目以来守った関取の地位を失った。またではの海部屋はこのことにより1898年五月場所以来112年ぶりに関取が消滅した。さらに、七年ぶりの幕下で迎えるはずだった七月場所の前に発覚した大相撲野球賭博問題では、 野球賭博に関わったという自己申告を行ったことで、特別調査委員会から、近親球場を勧告され、相撲協会もそれを受け入れたため、同場所を全休、9月場所では、西幕目下42枚目にまで番付を落とした。普天王は、ここでも3勝4敗と負け越し、2008年、11月場所から12場所連続の負け越しとなった。 幕下東51枚目に落ちた11月場所は13、場所ぶりに勝ち越し、この場所を5勝2敗で終えた。2011年5月4日、春場所中止で、気持ちが続かなくなったという理由で現役を引退し、年寄り、田川を襲名したことが、日本相撲協会から発表された。当初は、出羽の海部屋で指導に当たっていたが、 2014年6月25日に一門の千賀の裏部屋に移籍するも、千賀の裏部屋の一門外で2016年5月8日に木瀬部屋に再移籍した。教会では相撲教習所の担当で指導員として自ら胸を出すこともある。基本的に後先を考えない性格であり、引退後のインタビューで記者からプロ入りは、 難しいかということは考えなかったと聞かれて、プロに入ったことがなかったから、あんまり難しさみたいなことは考えなかった。どれだけ自分がやれるのかなってだけ。要するに確実に関取りになれるとかいう気持ちは、さらさらなかったし、だからこそ、自分が、それまでやってきたことが、各界に入った時にどれだけ通用するのかなっていう、気持ちだけで相撲取りにはなりましたね。まあ、 だから後先全く考えてなかった。その時は、全然と答えた。プレッシャーには強い方であり、名門である出羽の海部屋に入ったことに関しては、いや、名門だからといってプレッシャーはないでしょ。だってやるのは自分なんだから、他の人が相撲を取るわけじゃないんだから、名門だから頑張んないといけないっていうのは違うと思った。まあ、これは、個人差。 自分はたまたま、こういう性格だっただけで、他にはプレッシャーがある人だっているだろうしと話している。基本的に左四つとよりを得意としていたが、突き押しもある程度こなせた。上手を引いて、前に出る強かった。四つ相撲を取るが、諸差しはうまくもなく、頻度も低かった上に、投げもあまりなかった。弱点は、腰高と半身相撲であり、引退後に、 これらが安定した相撲を取れない理由ですね。自分でも努力して変えようとしたんですけど、練習ではできても本場所ではなかなかできないんですよと悔やんでいた。現役力士としては初めて個人ブログを解説した。ブログを始めた経緯については、まずそこに至るには何人かの人がいるんだけど、その人たちは自分が相撲を好きだっていうのを分かってくれる人たちで、 相撲のサイトを見てある方が、ちょっと、こういう人たちと付き合ってみたらどうって進めてくれた人の中にサイバーエージェントの社員さんがいらっしゃって、今うちの会社ではブログっていうのをやってるよって聞いたのがきっかけ。自分も何かやりたいんだけど見つからないみたいな感じは、前からあったから、その時はこれだ。って思わなかったんだけど、とりあえずやってみようという気持ちで始めたのが正直な。 ところですね。だから本当に最初は手探りで、ブログって何って状態だったから。今じゃ普通にこなせるけどねと2012年のインタビューで明かしている。ありがとうございます。